こんにちは、速稼塾の久保です。ご連絡ありがとうございます。今回 YouTube チャンネルのね、育て方1年間かけていろいろと見えてきたところがあります。その中でね、チャンネル登録の1000人を突破するというその一つの目標は達成したわけですけども、ここにプラスアルファでね、それが収益化の審査に通るかどうかっていうところがあるわけですよね。でも今回審査はちょっとね、見送りになりましたけども、どこを改善すれば審査に通るのかってところが明確に見えたところで、さらにもう一歩進む、そんなルートが見えたんではないかなと思います。ますますね、発展していかなきゃいけませんね。そこでですね、私はね、こう思うんですよ。多くの方、8割以上の方がチャンネル登録1000人を突破していません。ですんでね、どうやってチャンネル登録1000人を突破したか、精神的な面とか、時間をどうやって作ったかとか、ネタをどういうふうに集めていったか、こういったことを話していくっていうのはいかがかなと思うんですよ。やっぱりチャンネル登録1000人突破は、YouTube を始めた人なら誰でもが目指すところですから、多くの人の関心を呼ぶことができるんではないかなと思います。こういうふうな考え方です。YouTube をやってる人が100人いたとしたら、20人はもう1000人以上突破してるわけですよ。ですんで、YouTube で1000人以上のチャンネル登録を突破するっていう方法には興味がありません。20% の人がね。残り 80% の人は、どうやったら1000人突破するんだろうかっていうふうにいつも考えてるんですよ。ですんで、多くの人が望んでいることを提供していくことが、アクセスアップにもつながると思いますし、チャンネル登録アップにもつながると思います。もちろん、チャンネル登録1000人を突破する方法とか、経験とか、感想っていうのは、たった一つではないと思うんですよ。ですので、そういうことを積み重ねていくことによって、自分でもこの1年の振り返りができますし、見てる人も、なるほど、いろんな考え方があるんだな、じゃあ自分はその中のいろんな考え方のこれからやってみようかなっていうことで、選択肢をたくさん与えることができると思うんですよね。状況は様々、一人一人違うと思うんですよ。時間がある人、時間がない人、お金の力が使える人、お金の力が使えない人、企画がすぐにもう思いつく人、企画がなかなか思いつかない人、そもそもネタをどこで探してくればいいんですかとか、そのネタをどういうふうに表現したらいいんですか、いろいろ困ってる方がいると思うんですよね。でもその中でサラリーマン YouTuber じいさんはね、様々な問題をクリアして1000人突破したわけですから、そこは自信を持っていいんではないかなと思います。自分なりに考えたチャンネル登録1000人を突破するためには、こんなことをやりましたよと、誰々とコラボしましたよと、どういう人のチャンネルを参考にしましたよ、こういうところを話していければいいんじゃないかなと思います。必要でしたらまた私がね、一緒に対談をさせていただきますので、また引き続きよろしくお願いします。それでは失礼します。